久保建英、幼少期憧れてた選手を語る、初めて来た湯には〇〇選手の、クラブ公式のインタビューで小さい頃に憧れていた選手を聞かれるとこう答えた。小さい頃の憧れの存在はいましたか？どなたでしょうか？一番最初に着たユニフォームは、ロナウジーニョのものだったと思います。デルピエロや、ユナイテッド時代のクリスティアーノ・ロナウド、メッシのユニフォームも持ってましたね。あとはカカノも、上げ出すとキリがないですね。ほう最初はロナウジーニョなんや。久保ってメッシもロナウドも好きだよな。この前ロナウドのパフォやってたな。メッシには顔覚えられるくらい会いに行ってたらしいな。まあ純粋にサッカーを好きな子たちからしたら二人ともただの憧れの的でしかないしな。ネットで言い争ってる俺らが頭おかしいだけなんや。